はい、皆さんこんにちは。はじめましてと、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのウィッチャー3、新米ウィッチャーゲラルトさんの大冒険ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、では行きますね。はい、ということで、ウィッチャーの世界に戻ってまいりました。今回はですね、解像度1080で、フレームレート60で、録画しております。かなり綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。で、マシンパワーをかなり使ってるので、まあ、カクカクになってないことを祈っております。で、一応これね、撮り直ししてるんですよ。というのも、なんかですね、バグかなんか知らないですけど、カメラがですね、異常に回るんですよ。くる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 。なので、ちょっともしかしたら、続けられないかもしれないですけど、一応行きますね。はーい。で、ここにお金が落ちてるんですよ。で、これも取る。で、ここですね。これも、人間のね、ちょっとこの、泣き殻がありまして、まあ、それをですね、ちょっとお調べさせていただきます。これは人間にしかできない。なんでね、こう人間が、この、ね、しっかりこう、なんでしょう、弔ってあげたって感じですよね。よいしょ。で、この辺、ここはね、なんか調べられなかったんですよね。で、ですね、こちらにも亡骸があるので、こちらの方を調べてみましょう。そうするとですね、このね、長剣と、矢と、これですね、これも一回読むの結構大変ですけど、ちょっとね、読みますね。皇帝、エムヒル、バル、エル、ごめんなさい。皇帝、エムヒル、バル、エムレイス。エムヒル・バル・エムレイスの統治は拡大を目的としている。彼の卓越した戦略、ある一つの目的を持って磨き抜かれた世界征服である。ただし、彼の言葉では実際に意味するところも征服ではなく救済である。そう、ニルフガード皇帝は世界の全てを文明の光に照らすことを目指しているのである。父親の地位を奪った男のまだ温かい死体を踏み越え、皇帝の座についた彼は北方諸国の統一に向けて一国また一国と攻めていった。北方は恐怖に包まれた。帝国の勝利と進撃は止まらず、ブレンダの戦いがやっとその勢いを弱めた。その後、短い平和が訪れたが、誰もがそれは幻だと知っていた。北方の全てをニルフガードの領地にするというエムヒルの狙いは変わっていなかった。エムヒルは、この平和を隠れ蓑に使い、政治的な権力を増強していたのである。その結果は、もはや誰の目にも明らかであろう。北方人の国々は、混沌と無秩序が渦巻いている。内部の争いと中小合戦だけで崩壊寸前にまで追い込まれている。この状態を立て直せるのは力のある支配者だけだ。分別のない者たちを導けるのは賢い指導者だけだ。北方を救えるのは、エムヒル・バル・エムレイスしかいないのである。このためにこそ我が軍はヤルガ川を渡ったのだ。三度目の今回が最後になるだろう。まあ、要はニルフガードの皇帝さんは、偉大ですよっていう。適当すぎでしょう。まあ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 、そんなにね、当たらずとも遠からずっていう感じじゃないでしょうかね。まあ、カメラが回転したらね、ちょっと頑張って制御するんで、頑張って今回は、まあ、一応ベセミルと話すことが目標になってるんで、一応ベセミルのところに行きたいんですが、まあ、その前にですね、何でしたっけ、前回、ツバメのなんか目みたいなのを探す、危な目みたいなのを探すみたいなね、ミッションクエストがありましたけど、それはね、達成してないので、そこら辺もちょっとね、達成したいんですよね、一応ね。一応マップだけ見ましょうかね。じゃあメニューを開いて、崩れた橋。この辺もちょっと行ってみたいですよね。何があるのかなっていう感じですが、まあ一応、荒らされた村、こんなとこあったっけ？ある日夜が明けて間もない頃に敵の軍隊がこの村を襲った。生き残った村人は数えることで森に逃げ込んだ村たちは二度と帰ってこなかった。はい、じゃあマーカーつけたので、そちらにね、向かっていきましょう。ちょっとローチさん呼びましょうかね。はい、じゃあローチさん呼んで、ローチさんに乗って、マーカーのとこまで行きましょうかね。はい、ローチ久しぶりだね。ローチ、走れ。はい、ローチ行くよ。で、おっと。ローチジャンプできる？できないね。ここはなんだ？そうか、ここ目的地ですね。落ち着け。じゃあ降りて、で、ここからちょっとファストトラベルさせてもらいますね。はい、ここで水を汲んでも平気かな。スープを作らないといけないでしょ。でもどうすれば軽いんだって。はい、で、帰ってきましたね。こちらですね、ホワイトオーチャードですね。ちょっとベセメンさんと喋ってみましょうか。で、操作の仕方をね、ちょっともう一回確認。なんだこれは本当に。見張っているぞ、北方人。こっち側じゃないですね、こっち側ですね。ちょっとダッシュして、
だからね、ちょっとあれだったんですね。ちょっとなんかカメラの挙動がおかしいみたいな感じでちょっとね、前半にみんな一斉にちょっと喋らないで、うん、はい、ベセミル森のそばか、ボイアンクリームいいやつなんだ、いいやつだほら、これ見てください、何も知らないにこれ回るんですよいや、おかしいでしょいやちょっとこれ不良品でしょう。はい、ベセミルと喋りましょう。なんだ狼よなんでこれ、何挨拶ベセミルとねえ、ゲラルトさんの挨拶ですかね。放浪に出てもう半年になる、グリフィン退治の契約をした。いい知らせと悪い知らせがある。いい知らせはニルフガード駐屯軍隊長がイエネファーの行方を知ってること。悪い知らせはグリフィンを倒せと言われたことか。我々への交換条件などそれしかあるまい、話してくれ。グリフィンは巣を捨てた、おびき出して罠にかける。どんな調子だ。まあまあ、とりあえずね、いくつか分かったことがある。分かったことがある。奴はオスで、バルパインの森に巣がある。ニルフガード兵が森を焼き払い、奴の連れ合いを殺し卵を潰した。それで十分だと思ったんだろう。いつもそうだ。専門家を呼ばずに自分たちで何とかしようとして、より一層事態を悪化させる。そうだね。じゃあ黒梅もどきを集めた。黒梅もどきを集めた。この香りで奴をおびき寄せられるな。香りというより悪臭だ。都会っ子め、腐った肉、肥やし小便、田園地帯では定番の香りだ。トレトゴールのゴミ山の中でズーグルを飼ったのを覚えてるか。次の日は半日風呂に入ってたな。忘れるわけないだろう、嫌な思い出すぎてな。よし、準備ができたならあとは仕事に取り掛かるだけだな。まあじゃあ、罠を仕掛けてみましょうかね。やっぱあのフレームレート60にしたらこの会話の時もかなり滑らかに動きますね。準備はできた、善は急げだ。奴を襲撃しやすい場所を探そう。見つけてある。小川の向こうに畑と果樹園の広がる場所がある。広さは十分、遠いから邪魔も入らないだろう。よし、そこで会おう。グリフィンとの戦いに備えて雷光の霊薬を調合しよう。はい、雷光の、今はできないいや錬金術ページへ移動する。はい、でどうすんの。適切な材料があればアイテムを生成することができる。作成するアイテムの詳細はここで確認できる。作成できるアイテムは種類ごとに分類されている。あ、ハルツバメがあるぞ。あれ、所持材料に入ってるぞ、ハルツバメ。あれL で、霊薬のカテゴリーから雷光の製法を選択する。あ、春ツバメってなんだよこれ。合成錬金するアイテムだったのか。あ、よかったよかった。しかもアイテムね、ドラウナの脳が必要だったんですね。これもやったやった。 OKOK、 じゃあ助けられるね。雷光、はい、雷光を作りますね。これをだから霊薬を持っていけってことですよね。雷光、なんだこれ。狼の黒弦、森の賢者。とりあえずじゃあ雷光をセットしましょうか。これで霊薬を使えるようになった。1番目のスロットに入っている霊薬を使うには上を、2番目のスロットに入っている霊薬を使うには下を押す。はい、新しいアイテム雷光。はい、ベセミリと落ち合う。ちょっと雷光を使う前に、そしたら錬金術で霊薬でハルツバメをね作りましょう。やった、ハルツバメ作れた。ということで、ハルツバメを、死のところでのクエストを更新したということで、これをじゃあ、薬草家に渡しに行きましょう。ということでこれね、アイテムいっぱい取っても、それから合成ね、錬金術でね、まさかアイテム作れるとはね、思ってもみなかったですね。あ、着いたよ。よいしょ。じゃあ、誰だっけ、リラさんだったっけ、助けるの。
アイテムはあれですね、なくなってはなさそうですね。どうかな、この薬草園も。あ、薬草園も戻ってる。はい、じゃあね、一通り薬草も集めたので会いましょう。トミラさん。はい。はいって、レナさんに飲ませる薬があるよ。霊薬がある。春ツバメだ。春を告げる鳥、再生の象徴。名前だけなら聞きそうね。試そう。だが逆効果になる可能性もある。俺ならすぐに効くが、それは普通より代謝が早いからだ。彼女の場合、効果が出るまで数日かかるだろう。どうして薬をくれるの？何もしないよりいいと思ったのさ。気に入ったわ、ウィッチャーさん。さあ、これをあげる。親切へのお礼。何？何くれた？なんかすごい音楽になったよ。あ、レベル上がった。何くれた？使用可能ポイント1。はい。あー、経験値350も。おお、しかもクラウン50ももらいましたよ。あ、毒の抽出液。なんだこれ、なんだそれ。何、呪縛生物のオイル。あー、こういうのもクエストを終了して、汗と血、新しいアイテムを取得。汗と血、なんだ。じゃあな。ちょっとね、いちいちこうアイテムをね、見ていかないと。これは大百科、大百科。書物。あ、ここで書物読めたんだ。なるほどね。汗と血。汗と血。人の目に見える世界と見えない世界との間にはベールが垂れ下がっている。このベールは聖者の視界から死者を、死者の、視界から聖者を遮断する。魔術師の中にはこのベールを通り抜けて死者と会話したり、あるいは短時間彼らを太陽の世界に呼び出すことができる者がいる。これが降霊術として知られる技術である。死者もまた自力でベールを通り抜けて聖者の世界に入ることができる。あ、そうなんだ。しかし黒魔術師とは違い、彼らがそうするのは理由や意志からではなく、無分別かつ理不尽な要求に突き動かされてのことである。この欲求は、後悔や絶望や怒りのような強い感情から生じる。大抵の場合、これらの感情は死者がまだ生きていた間に、有形の物体へと注がれることによって力を得る。最も頻繁にそのような力を授かるもの、物体とは、結婚指輪やお気に入りのおもちゃ、もしくは蘇った人物が死後の世界へ送られるそもそもの原因となった犯罪に使われた道具である。ああ、なるほど。で、能力値もちょっと上げられるみたいなんですが、どうしようね。大攻撃いきますよ。ここいきます。はい、このアビリティ所得します。はい、筋力効果しまして、で、これを、ここのスロットに入れましょう。はい。いいんじゃないですか？ナイトレースの変異抽出液。何に使うんだよ、これ。ヌーンレースの変異抽出液。ナイトレース、怪物図鑑ナイトレース、なんだヌーンレース、怪物図鑑に、うわ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 、すごい、なんかいっぱい怪物の情報がね入りましたね。ちょっと怪物の情報を見てみようか。怪物図鑑大百科の怪物図鑑ナイトレース、うわーいや、これ長いな。ヌーンレース、ペスタ、なるほど、こんな怪物がいるのか。これ絶対強いやつですよね。ナイトレースからは計り知れない悲しみのオーラがにじみ出ている。私は他の人と同じように奴らを恐ろしく思う。だが申し訳ないという気持ちが一番強い。エリーニ・アルツポール・エルフの吟遊詩人。まあこの辺はね、いずれ遭遇した時にまた読みますねちょっと今は今ちょっとね、収録の都合もいろいろあるので、よいしょ。じゃあ、おっと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 、おいおい、なんか襲われてるぞ。どうしたどうした、ちょっと助けてあげよう、早く。リーフガードのために、おい、狼さん、おいしょ、ほっ、よっと、よいしょ、人助けをしないといけないんだよ、私も。警告
したぞ。え、なんで衛兵を殺したの。え、敵のテールゲージの左には敵のレベルが表示される、数字の表示が赤色だったりドクロが表示されていると敵がゲラルトよりもはるかに強いことを示す。このような場合一旦退いて良い装備を見つけ経験値を稼いでキャラクターを強化した方が良い。うん、いや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 違うよ。あ、なるほどなるほど。衛兵がちょ衛兵が、なんで衛兵が怒ったの。助けてあげたのに多分打撃が入っちゃったんだろうね。あー、マジかよ。はい、そしたらベセミーと落ち合うところはどこかな。うん、そこまで頑張っていきましょう。はい、ホワイトオーチャーの獣さんのとこまで行きますよ。え、どうしたどうした。どうしたどうした、みんな。ああ、あいつあっこまで追っかけてきてたのか。いやいや、みんなちゃんと生活してますね。よっ、お、今度はなんだ。そのアイテムをください。よし、ここを、また鹿に木の皮を。顔どうしたの。ここを泳いで行った方が近いのかな。はい、じゃあセーブし終わったので行きますね。ベセミルさんのとこね。こうかな。あ、いたいたいた、ベセミル。小川が流れ黄金色に波打つ畑、いいところだ。待ち伏せに最適だ。場所選びなら任せろ。準備はいいか。うん、任せろ。始めよう。風向きもいいし、匂いはすぐに広がるだろう。よし、あとは待つだけか。来い、身を隠してグリフィンを待つんだ。それでイエネファーを見つけた後はどうするんだ。仕事でも探すのか。いや、ケアモルヘンに行く。冬ごもりにはまだ早いぞ。確かに雪はまだ降らない。だがそれが心配なんだ。東の方ではニルフガード軍がポンター川を渡ったと聞く。ケアモルヘンまで数週間の距離だ。雪で道が隠れる前に奴らが谷まで来てしまったら、我々の足跡を消して道を隠さなければ。冬ごもりの話で思い出したが、今年はお前も来るのか。多分な。客も連れていく。近いぞ。じゃあ温かく歓迎してやろう。待て、石弓。お前がいなかった間にカードの勝負で手に入れた。役に立つはずだ。何してんですか。ベセミニさん、遊んでんじゃないよ。掛け事、それはそれは伝統文字の性格だと思ってたが、もう掛け事それはそれはだよ。おやおや、いつも悪徳について説教していたお方が掛け事とは。そこまでだ。相手はグリフィンだぞ。話はぐさはぐらかされちゃいましたね。よし、やってやろうじゃねえか。エリチオンポストクイックメニューを開く。石屋を選択して罰で決定する。石、R1 を押して石屋から矢を放つ。はい、おお。シュッ、当たった。飛び込んでくる。うわ、すごいな。戦闘がちょっとリアルすぎてごめんなさい。めちゃめちゃリアルですねこれ。ああ、もう矢がなくなったか、もしかして。あ、いけるかね。そんなね、チョコ台のことせずとも、私は力技で、ほらほら、力技でやってやるぜ。ほら、しまった。憎い化け物め。憎い化け物。早いな。うわ、グリフィンの体力上に出てるね。よしよし、いいぞ。
いいぞ。で、石見よう。逃がすなよ。このターゲットは攻撃できない。さっきまで攻撃してたじゃん。逃げたの？うわ、逃げた。マジかよ。めっちゃ遠くに逃げられた。あ、どうしよう。グリフィンさん、ウィッチャーの感覚を使うと視覚だけでなく聴覚も強化される。はい、どうどう。でもね、視覚だけじゃなくて相手をね、とにかく見ないと。どこ逃げた、どこ逃げた、どこ逃げた。あ、この正面か。とりあえず走って、ちょっと違う、馬じゃん。うわ、違うやん、野犬や、野犬。ちょっとじゃあ野犬さんからちょっとアイテムだけ漁らせてもらいましょう。生肉、どこ行った。うわ、なんかビョー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 言ってるよ。まさかのグリフィンさんも逃げるってことがありえるんですね。まさかの逃げられちゃうパターン、これ。クソ、結構半分ぐらい削りましたよね。どこにいんの。うわー、なんか近いぞ、声が。うわ、めっちゃ近い。怖い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 。なにこれ、ホラーゲームの要素ある、これ。あー、大丈夫か君。粉引き場。よいしょ。くそ、矢が当たらない。いや、全く鍛えてないですからね。くそ、どこだ、どこにいる。あ、もう逃げられた。くそ、血を流してる、すぐに弱るだろ。え、あ、こっち向くか。あ、向かってきた、向かってきた。あ、そうか、ロックオンすればいいのか、これ。ロックオンで、なんかやり方言ってたよね。レセルに大丈夫か。よし、入った。よし、そのまま行くぞ。ほら、かっこいい。今のうちにかっこよかったね。これで終わりだ。どうだ。やりましたよ、皆さん。やりました。よくやった。悪くない。だが、上達の余地は残っとるぞ。人生とは常に学習だ。例えば何のだ。じゃあちょっとカッコつけて、例えば何のだってしてみましょう。例えば、真上の攻撃は敵に読まれやすい。まあ話は後だ。グルフィンの首を見せに行け。馬を用意しておくる。宿屋で落ち合おう。はい、ということで、ちょっと首を回収しましょうね。グリフィンの羽、卵、粉、変異誘発剤、討伐の証、変異誘発剤を見つけた。アビリティの強化または変異抽出液と呼ばれる特別な変異誘発剤の作成に、使用できる。詳細はキャラクターページで確認できる。そしてグリフィン討伐の証。はい、ということでですね、グリフィンを、新米ウィッチャーのね、ゲラルドさんをね、とうとうやっつけることができました。あ、なんだなんだ。グリフィンのなんかテクスチャーがちょっとおかしなことになってましたが、うん、ちょっとグリフィンさんのこれ なんだこの部分。まあ、そこはちょっと置いといて、はい、じゃあグリフィンやっつけたということで、今回はですね、ここで、収録終了したいなと思います。はい、最後まで、ご視聴していただき、誠にありがとうございます。今回はですね、ちょっと、1080で、1080p のね、解像度で、60のね、フレームレートで撮らせていただいて、データどれぐらいね、いってるかっていうのもね、一緒に載せておきますのでね、データサイズですね。参考にしてみてください。であとですね、コントローラーがね、カメラがぐるぐる回るっていうのもね、バグだったかどうかっていうのも一応、編集で載っけておきますので、そちらの方も確認してみてください。はい、他の動画もですね、やっておりますので、再生リストからですね、また見てみてください。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。